はい。皆さんこんにちは、ワンダリゲルビジです。今回はゲルネーボージオン独立戦争期ジオン軍編、ガルマ死亡ルート続きをプレイしていきたいと思います。ガルマはすでに死んでしまっています。そのガルマの犠牲のもとですね、地球侵攻作戦は順調に進み、残っている地球上での連邦軍の拠点はジャブローのみとなっています。宇宙の方ではルナ2の攻略作戦がね、発動できる状態に近づきつつありますので、今回はですねルナ2の攻略、それと連邦軍が星1号作戦を発動してくると思いますので、グラナダの防衛、これをプレイしていきたいと思います。では時間を進めていきましょう。閣下、連邦の主力艦隊が進行開始しました。偵察部隊の報告によると、デギン公王のグレートデギンがその艦隊に和平交渉に向かったようです。おいか、父、時すでに遅いのだな。ソーラーレイはどうなっている？はい、ソーラーレイの発射準備は整っています。能力は予定通り出せるのか？はい、それは問題ありません。連邦艦隊に発射するのですね。ソーラーレイを連邦艦隊に発射するか、イエス、ノーの選択肢出てます。これ、発射しましょう。了解しました。発射目標を指示してください。最終目標を伝える。基本ターゲット、ゲルドルバ。ソーラーレイ、スタンバイ。しかし、それでは、デギン公王も巻き込んでしまいます。本当に発射するのですか？これデギン公を巻き込んで、デギンもろともソーラーレイで抹殺すると、ただでさえ部下たちの、まあ、信頼信用が厚くはないギレンのそれが地に落ちてしまうので、これノーにしてデギン公が当たらない発射角度へと変更します。デギン公を巻き込むわけにはいかんのか。では目標を変更しよう。基本ターゲットは連邦艦隊中心部。ソーラーレイ、スタンバイ。了解であります。ソーラーレイ、発射。によって連邦艦隊の 50% に損害を与えることに成功しました。決定的だな。これだけのダメージを受けては連邦艦隊などもはや形骸に過ぎ。情報部より報告書が届きました。はい、では連邦艦隊 50% ダメージ与えましたので、残った 50% を撃退、撃滅していきましょう。開発の方なんですが、ギャンの量産を始めます。今回はゲルではなくね、ギャンを量産していきます。報告いたします。デギン公王と連邦政府の和平交渉が成立しました。すでに実験がないとはいえ、デギン公王の行動は兵士たちを動揺させ、士気が低下しています。父上、しかし和平交渉など関係ない。我が軍が徹底抗戦の意思を貫くことを連邦に伝える。父上はジオンがすでに自分のものではないことがお分かりにならないようだ。閣下、予想外の事態が発生しました。グラナダ基地で不満分子が反乱軍を結成。反乱が起きてしまったか。クシリア、まあ、ドズルも含めてですが、中性子のコントロール、まあ、注意はしていたつもりなんですが、おそらくこれドズル、クシリアが反乱したと思います。はい、反乱軍に関して諜報部から報告書が届いています。
そうですね、総大将がドズル、キシリア、ま、ハザード、このあたりが召喚、左官クラスですね。その他はマサド、コッセル、クランプ、あ、これ見るとランバラルはどうやら反乱には加わってなさそうですね。ではまずこの反乱軍グラナダを制圧する必要がありそうですね。ちょうど連邦の星1号作戦主力艦隊が迫っているという中、なんともですね、ちょっとここはしっかり慎重に、まずはグラナダの制圧へと作戦を切り替えましょう。で早速作戦を発動します。これね、もう一気に攻めた方がいいと思うので、グラナダに部隊を突入させていきます。アーバー枠からの直進ルート、サイド3から2個艦隊を送っていきます。でちょうどですね、今アーバーワークにドズルの艦隊を、ギレンの艦隊ですね、動かしていたので、これちょうど都合がいいですね。数としてはちょっと物足りないんですが、これを送り込んでいきましょう。さてシャアなんですが、まあ、ドズルやキシリアについていってもおかしくなかったところ残ってくれてます。そしてこのシャアを少佐から中佐へと昇進させます。軍団長を任せてまして、現状ですね、このシャアはソロモンにいますので、これさらに部隊を、ね、増強しましょう。せっかく、昇進したので、早速ね部隊を増強します。これで遊撃部隊として、まあ、いつでも出撃できる、このね、絶好の立地であるソロモンで待機してもらいます。で、同じこのソロモンにですね、ビッターが入ってまして、ビッターはですね、完成したこのドロスを配備してあります。ここにもね、リックドームを中心にモビルスーツ隊を配備して、有事に備えましょう。肝心のグラナダ攻略戦の方は部隊が今進撃中です。次のターンでおそらくグラナダに入れると思います。ではグラナダにギレンをはじめ3個艦隊を投入しました。この3個艦隊でしっかりとね勝ち切っていきたいと思います。まあ、先制攻撃はどうしても欲しいので、必ず先行となる電撃戦、これを入れます。それに強撃、あとは奇襲も入れちゃうかな。で、次のターンで補給支援は入れたいので、偵察支援だけ入れて、一旦これで進めます。次のターンで補給支援は入れましょう。攻略戦を開始します。ギレン総帥は自ら、グワジン級に乗り込んで前線の指揮を取ってもらいます。策略。こんな感じですね。敵はかなり数が多そうだな。まずは、リックドームを進発させましょう。このね、リックドームをはじめとした宇宙用の部隊がある程度数が揃ってきてるんで、これで、まあ、戦線をね、どこまで維持できるかっていうのにも注目していきたいかなと思います。では、敵部隊と交戦状態に入ります。ドズル、キシリアの部隊ですね。数の上では、残念ながら、敵の方が多いので、味方の、まあ、損害をできるだけ抑えつつですね、最も効果的なダメージを与えていきたいというふうに思います。
だいぶ混戦、乱戦状態に入ってます。ただやっぱり敵の数まだ移管戦多いので、この乱戦でいかに、まあ、ユニット数を減らさずにですね、敵を突き崩せるかっていうのを考えながら、敵の攻撃ポイントを探っている、まあ、そういう状態ですね。ちなみに敵はですね、陸ドム2、まあ、陸ドム2倍ですね、さらに陸ドム、なんかが中心なんですが、一部旧式機もあったり、逆に、ギャンなんかも配備してたりっていうところで、まあ、投入しているモビルスーツの質に関しては、我々とあまり変わらないという、そういう印象ですね。主力はですね、やっぱり地上にいたりするんで、まあ、ランバラルやガトー、まあ、そういったエースパイロット3連戦も含めて地上にいるので、宇宙がね、ちょっと苦戦、人選面、人員面、人材面では苦戦という状況なんですが、なんとかエキレンの指揮力を生かしてですね、グラナダ攻略戦が進んでいます。では反乱軍の拠点グラナダ攻略戦の第2弾に入りました。まあ、ここでね、もう体勢を消したいと思います。これで反乱を起こしたドズル・キシリアム君をグラナダで葬り去りました。まあ、優秀な士官をはじめドズル・キシリアといった昇天クラスを失ったので、だいぶ人材面で損耗が激しいですが、改めて天保等の戦いに戻っていきたいかなというふうに思います。愚か者どもよ、私に歯向かうからこうなるのだ。これでようやく連邦軍との決戦に全戦力を投入できる。これからが本当の戦いだ。閣下、連邦軍は反攻作戦を阻止されたことで大きく戦力が低下しています。ちょうど星一号作戦の最中に
ドゼル・キシリアの反乱が起きて、ソーラーレイを発射して、結果的に連邦の反抗作戦グラナダに到達する前にどうやら撃退できたようですね。連邦軍本部ジャムローの対空防衛力押しで攻略することも可能ですが、かなりの損害を覚悟せねばなりません。手ならルナ2を先に攻略。今さらあの要塞に何の価値があるというのですか。ルナ2にマスドライバー施設を設置する。まさか。そう、そのまさかだ。ジャブローの対空防衛網を爆撃し、降下上陸作戦を強行する。宇宙基地ルナ2。地球の大半を支配下に収めたジオン軍にとって、この基地の戦略的価値は極めて低い。だがギレン・ザビはジャブロー基地攻略のためルナ2に別の価値を見出したのだ。ジオン軍はルナ2攻略を開始する。対する連邦軍も残された戦力をルナ2に集結させた。スペースノイドの独立を掲げるジオン、阻止しようとする連邦、お互いの命運をかけた戦いは始まろうとしていた。はい、というわけでルナ2の攻略ができるようになりました。次回はそのルナ2の攻略戦をプレイしていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきます。